皆さんこんにちは。名古屋学院大学リハビテーション学部の増田義晴です。今日は第二コリントの信徒の手紙4章16節、私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。章例タイトル、毎日が本当に悪くなっているのかというテーマでお話をしたいと思います。一番初めに聞いていただいたエディソンミックスコーテットのロックオブエイジーズ、録音がなんと1913年、ニューヨークで録音されました。エディソンのシリンダー蓄音機で聞いていただいたこの賛美歌260番、千歳の岩よというこの歌ですね。世にあるうちにも、世を去る時も、知らぬ黄泉にも、裁きの日にも、千歳の岩よ、我が身を囲め。エジソンシリンダーの蓄音機、アンベローラ、1918年の製造で、歌もそうです。そしてこの蓄音機もそうですけども、100年ちょっと前の音楽を聴いていただきました。1917年というと、アメリカが第一次世界大戦に参戦した時です。そして1918年この蓄音機が作られたこの年はですね、スペイン風邪の大流行で約5億人の方が感染し、死者の数は5000万人の方々が亡くなったと言われています。毎日がなんとなく悪くなっている感じがするなと、そういうふうに思われると思います。私も実はそう思いますね。マスクを着用、ソーシャルディスタンスを保ちなさい。そしてウィズコロナ、これがニューノーマルです。ステイホーム、ロックダウンしましょう。もうなんか、カタカナばっかりですよね。しかし、このような状態の中で、日本の経済は、失業率は、そして、自殺率はどうなってるのか、そういうことを考えると、本当に暗い思いになるかもしれません。10代の女性の自殺、8月は昨年の約4倍の方々が亡くなられています。全国の自殺者数、これ9月には1805名、9月には1805名ということで、コロナウイルスによる死亡者の方が2月からずっと統計取ってますと1718名
なので実にですね、いや、コロナよりも、この自殺の問題、心の問題、悩みの問題、このことの方が実はコロナよりももっともっと深刻で怖いということですね。こういう状況の中で、来年はオリンピックがあるのか、なかったらどうなるんだろう。まあ、そんなふうにですね、感じるわけです。世界のコロナ新規感染者数をですね、1日で、これは10月の29日、30日のデータですけども、過去最多の50万人。1日に50万人です。アメリカでは2日連続で7万人、そして80万人の方々が感染しています。フランスでは5万人、イタリアでは2万人。まあ、そんな中でですね、世界を見ていくと、いや、本当に日本も世界もだんだん悪くなってきてるんじゃないか、そんなふうに思われるわけですね。想像に絶する困難を乗り切ってきた人、今日はですね、3名の人を紹介して、それからインパクトある言葉を紹介しながら、私たちの要するに指針とできるんじゃないかと思いますね。まず、1人目。これはエミール・クエ。彼はですね、フランスで活動した自己暗示の創始者。パリ薬科大学で化学を修めて30年間薬剤師として働いた後に自己暗示法の診療を広めたんですね。まあ、ちょっと面白いポイントですよね。30年間やって結局は薬ではなくて自分の心の問題ということかもしれません。で、その方法は非常に簡単で、日々あらゆる面で私はますます良くなりつつあります。日々あらゆる面で私はますます良くなりつつあります。まあ、その言葉をですね、唱えるだけなんですね。朝に20回、寝る前に20回、それだけなんですね。で、これもただ思うだけじゃなくて、口に出して日々あらゆる点において私は良くなってます。で、これをですね、自己暗示法、クーエ療法といって、まあ、オートサジェッションと言われてるんですけども、私はこのオートサジェッション、ただ自分で自己暗示するということよりも、セルフセラピー、自分で自分を癒す、まあ、そういう方法ではないかと思うんですね。私はますますあらゆる点で良くなりつつあります。そんなふうにこう唱えて考えるときにですね、学校での授業の学び、そして大学での人間関係、そして積極的に何かこう自分を評価する、まあ、そんなふうにこうだんだんとこうシフトされていくような気がするんですね。日本人は特に積極的な自己評価もしないし、まあ、積極的に他の人の評価なかなかしない場合が多いと思うんですね。で、授業ではこのエミール・クエの言葉を紹介していました。そうするとある学生がですね、こんなふうに、新しく習った自己暗示法を試してみたが、なんだか心が明るくなったような気がした。日々全てのことがますます良くなっていると唱えるだけで自己肯定力が簡単に上がるんだなぁと感じた。先生の言った通り、日本人は自信がない人が多いと思ったので、自己暗示法は素晴らしいもんだなぁと思った。日本人もアメリカ人のように、親にあなたはできると思われていますかと聞かれた時に自信を持って、もちろんと答えられる未来が来ればいいなと感じた。そんなわけでですね、エミリ・クーエのこの自己暗示法、これをですね、ぜひ皆さん
一度騙されたと思って試してみてください。ひょっとしたら新しい世界が、新しい自分の見方があるかもしれません。2人目、ジョン・レノンです。1975年から主婦、ハウスハズバンドをしました。まさしくステイホームですね。なんでこんなふうになったのか、まあ、いろいろと言われてますけども、妻の陽子のにですね、私は十月十日赤ちゃん胎児をですねお腹に抱えていたんで、あとはあんたがやんなさいと、まあ、言われたということもありますしですね、また彼のジョン・レノンの音楽創作活動に彼自身が行き詰まりを感じていたんではないかと思うんですね。ちょっとすごいですよね。あ、5年間っていうと、ちょっとお金の計算すると、何歩ぐらい稼げなかったのかなって。ジョン・レノンが1回コンサートやると、まあ10万円、20万ではない、当時でもそうですよね。5年間自分の愛する子供のためにですね、時間を費やした。彼に触発されて私もですね、1年間育児休暇を取りました。そしてこの彼の5年間のその時がダブルファンタジーというですね、アルバムになっていただきました。これが1980年の11月ですね。で、このアルバムにはジョンが学んだ5年間の学びが凝縮されているわけですね。特に、ビューティフルボーイ。ビューティフル、ビューティフル、ビューティフル。ビューティフルボーイっていうですね、この歌の中にですね、こういうセリフがあります。Every day and every way, it's getting better and better。なんかどっかで聞いたようなセリフですよね。その通り、エミール・クーエの I am getting better and better がですね、実は It に置き換わってるということですね。It's getting better and better。It っていうのは一体何を指してるんでしょうかね。3つあると思うんですよ。1つは、愛する自分の子供ショーン、その成長。彼が本当にもう手のひらに収まるような、小さな小さな弱い弱い赤ちゃんだった、初産であった。その子がだんだんとこう寝返りを打つ、寝返りを打ってハイハイをする、そして伝え歩きをする、そしてどん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 こう歩いていくだけじゃなくて、ああなあなあと言ってたのがダディと言ったりマミーと言ったりしながら、一つの言葉、二つの言葉、一日に五つ、それから十、そして15、100、千というふうにですね、一つ一つ、毎日毎日が成長だったということですね。愛する自分の子供の成長。それを見て、It's getting better and better。二つ目はですね、It's の示す内容というのは、やはり陽子の財産を管理する、まあ、能力の開花じゃなかったかと思うんですね。ジョン・レノンは家にいました。ステイホームです。そうすると、銀行の頭取にニューヨークに行ってですね、頭取に会うわけですね、ヨーコードが。そうすると頭取が言います。ジョンを出しなさいってですね。いや、私が全部財産、お金管理してますということでですね、彼女の新しい能力がそこで出てきた。開花したということですね。そして、三つ目。It's getting better and better っていうのは、ジョン自身が成長し、ジョン自身にとって、こう、子育ては癒しだったということですね。そんなわけでですね、この三つの点が、つまり彼が置かれている状況をよく見て、
そして庶民を見、自分の子供を見、自分の妻を見、そして自分自身を見ていくときにですね、すごいダイナミックな形で、全てが良くなっているということをですね、彼は感じたわけですね。さて、3人目の人です。この人はキリストの弟子である人パウロ。パウロは、今日の聖書の中でこのように言っています。私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々あなたにされています。これは単なる自己暗示でもなければ、周囲の環境を見て、そしてそこから何か新しく学んでいく、新しいことが起きていくということとはちょっと違うような気がしますね。外なる人というのは、英語でアウターマン、外の人と言ったり、まあ、別の聖書の訳ではアウターヒューマニティ、人間性、もしくはアウターネイチャー、自然。つまり、ただ単なる外の人というのは、自分だけではなくて、自分とその世界とか関係している、そんなニュアンスを持っているんではないかと思いますね。そしてパウロはどんなような状況にいたのか、外なる人が本当にそういった意味では弱さを持っていた、非常に苦しい中にいた。第2コリントの11章の24節から30節までこんなふうに書いてあります。パウロ自身の言葉です。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともあります。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽りの兄弟からの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば寝られずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。こんなふうに私たち、一度でもその迫害を受けたりしたことありますか？ないですよね。パウロの外なる人は衰えていっても、実は内なる人は日々新たにされていると彼は語っているわけですね。またコリントの第2の手紙で11章の29節から30節まで彼はこのように言っています。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事項を誇りましょう。ちょっと本当に考えられない彼のあれですね、気持ちですね。誰かが弱ってるんだったら、私は弱らないでいられるでしょうか。つまずいているんだったら、私が心を燃やしてからのことを愛する。そこにはですね、外なる人と内なる人はですね、この外なる人がですね、単なる影響を与えるわけじゃないんですね。外部の環境や状況はパウロの心の態度に全く影響を与えていないということが言えるんですね。ここで私たちの内なる人は日々新たにされています。私ではない、そして要するにそれでもないというですね、環境でもないということですね。誰によって新たにされているか、それが大きな問題ですね。誰によって新たにされているか、私のために十字架にかかり、そして死んでよみがえったイエス・キリストによって、私たちは日々
新しくされていると、そこにパウロのですね、確信があったんだと思うんですね。でこれクーデンが唱える自己暗示によって新しい自分に出会うこともできますが、またジョン・レノンのように自分の与えられた環境を鋭く観察して新しい私たちに出会っていくということも可能でしょう。しかしさらに重要なのは、パウロのように周囲の環境がどのような困難に満ち満ちていたとしても、十字架に縛り付けられて復活したイエス・キリスト、神の御子に出会うことによって日々新たに変えられていく、そういう経験が必要なのかもしれません。 When in doubt, look up. 問題を感じた時に横を見るんじゃなくて上を見ていく。そこには十字架があってイエス・キリストはいません。できない、ダメだと言ってですね、自分を傷つけたり希望をなくする生活をやめようではないですか。釘がキリストの体に打ちつけられて、その痛みによって私たちは癒されたのです。キリストによって新しくされる、そしてその日々新しくされるというのは、キリストを見上げることによってあるんではないかと思いますね。それではお祈りしましょう。全てが悪い方向に行っている、私たちは先が見えない、いろんな問題があると言って、その問題や困難に私たちが目を留めるだけではなくて、私たちの内にあるあなたが私たちを新しい力を与え、知恵を与え、そして私たちがこの愛すべき日本、そして愛すべきこの世界に出ていくために、今日のこの学び、今日の友との語り合い、それを通して新しい自分に、仲間に出会っていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。